森友文書書き換え有無には触れず。 財務省は昨日、学校法人森友学園への国有地売却問題をめぐる決裁文書書き換えた疑いがあるとの朝日新聞の報道を受け、参議院予算委員会理事会に調査状況を報告しました。大阪地検の捜査を理由に全ての文書を直ちに確認できないと説明しまして、書き換えがあったかどうかについては言及しませんでした。野党はこれに対してゼロ回答だと一斉に反発して、 予定していた予算委員会は開会されませんでしたあの今回はですね野党内はともかく自民党与党内からも批判が出ているとそうですね,ね。政府しっかりしろというふうに出ているわけなんですけども、はい、これいかがでしょうかあのですね,ねこの 財務省の回答については、野党がゼロ回答だって言っちゃったもんで、ゼロ回答という言葉が一人歩きしてる感がありますが、内容を見る限り、これはっきり言ってゼロ回答以前です。なぜかというと、あの、完璧に腰が引けてるんですよ。つまり文書の確認については、すべての文書を直ちに確認できない状況となっている。確認しないとは言ってないんです。べての文書を直ちに確認できないと。だから確認しようとはできるはずなんですね。で、だかところが、 じゃあ、ターチに確認できる文書が少しはあるのかすべての文書を時間かければ確認できるのかじゃそれにはどれくらい時間がかかるのかそうを一切言おうとしない。とか、職員への聞き取りについても、捜査当局による事情聴取との関係に留意し行う必要があると言っていますが、しないとは言ってない。だからするとも言ってない。これはですね、ゼロ回答じゃなくて、できれば回答したくないんですけど、回答しなきゃいけないでしょうかというですね、泣き言を並べているようにしか見えない。 それはですね、これは野党ならずとも、なんだこれは、というふうに、はいはい、あの、腹が立つのは当たり前です、これ。ええー、となると政府しっかりしろになるわけですかそうです。なんで命令しないんだと回答になってないからです。ゼロ回答ってのはたら回答なんです。はい、えー。回答として成立してると。ええー。決し、回答として消しからんっていうことで言え言えるかもしれない。しかし回答にはなってる。これ回答じゃないです。はい。はい、回答したくないんですけど、しなきゃいけないんでしょうか。いや、しろと言われたら、それは我々としてはしなきゃいけないというのは分かってますけれど、でもしたくないんですって、はい、そういう感じですよ。 そうすると今後政府はどういう指示をするってことなんですかね、これね。あの、まあ、これはだから財務省をどこまでかばうかですね。財務省や近畿財務局をどこまでかばうか。えー、あるいは朝日とどこまで対決性を取るか。にもよるんですが、あ,はい、あのど、どっちにでも転びえますね。だからこれはその財務省をずるずるかばう形を取るのか。うんはい、その国民、野党や国民から批判されるかもしれないリスクをかしてそれをやるか。えーはい、あるいは、財務省を、この尻尾切りをあえてやってしまうか。うん、はい。それは はちょっとまだ様子を見ないとわからないと思います。はい、あのー、よくですね、まあ麻生財務大臣の首が飛ぶんじゃないかとかね。はい、あと内閣総辞職だなんて野党は言ってるんですけどもね。これはちょっと後でも詳しく話しますけれど。総辞職かどうか、それはまた別の話ですね。うん、朝日の報道は事実かどうかってわからないわけですからね、ね今の時点では。はい、まあ裁量労働制の問題も大きく取り上げられている安倍内閣ですけれども。まあ今回のこの森友文書の書き換え。 問題というのもまあ今のところもわもわしちゃってますよねもやもやっとした感じですよね,すねしかもこのねかわし方がうまくない、はい、最近のさんの政治家も官僚も、ええ すごいあの、トラブルが起きた時の対処の仕方が下手になりましたね。昔はですね、こいつは狸だが、狸ながらあっぱれと。なんかみんなが大向こうが唸るような人がいたわけですよ。今は全然そうじゃない。え、これってやっぱり政治家の劣化ってことなんですかあの、こう、肝が据わってないなぁと。確かに政治家だから、政治やってればそれはですね、あんまりきちんと説明できないことってあるに決まってるんですよ。いかにみんなが、 こいつごまかしてるけどごまかし方はさすがだと、はあ、感心するようにごまかすのがそら、ええ、プロの腕ってもんじゃないですか、ええ、ああまあできればごまかしてほしくはないんですけどねはい森友学園文書書き換え問題どうなる財務省 森友学園への国有地売却に関する財務省の決裁文書書き換えられた疑いがあると報じられたことについて財務省は参議院予算委員会の理事会で文書は捜査の対象になっているため直ちに確認できない状況だと、まあ、昨日説明しました国会で揉めているこちらの話題ですが朝日新聞先週金曜日の長官の一面トップで森友文書書き換えの疑いというのを報じたんですねで財務省が森友学 学園との国有地取引の際に作成したこの決裁文書が、契約当時と問題発覚後に国会議員らに開示したとき、この、こちらとで内容に違いがあって、特例などの文言が複数箇所でなくなっていると指摘したものなんですね。で、朝日新聞は文書を確認とも書いています。佐藤さん、この報道なんですが、はいはい、いかがでしょう。まずこれは、はい、要するに、あの、安倍総理に対する朝日新聞からの逆襲であろうと。はあ つまり1月末から3週間ぐらいの間に安倍総理国会で5回森友報道に絡んで朝日新聞を批判しているわけです。はい、特に2月13日は予算委員会で5分ぐらい朝日批判をやったと。えー、まあこれに対する逆襲ないし報復であろうと思います。はい、ただ同時に注目されるのは今回の件、はい、朝日新聞と財務省の両方の振る舞いがどうも奇妙である。はい つまりまず朝日はですね、えー、かなり自信のある感じで報道してます。はい、連日やってます。えー、で、まあ一面、まあトップじゃないけど一面出してます。はい、しかし、物証が出てこない。えー、このですね、本来書いてあったこういう文書っていうものが、確認したと称する文書が、画像が出てこない。えー、はい。しかも、 確認つってる。入手したと言ってないんですね。だ朝日がね、自信ありげにやってる割に、物証が出てこない。ところが財務省がですね、このニュースと定かのある話に対して、妙にもう逃げ越しになってる。昨日出たこの回答ですね。これゼロ回答っていうふうに問題になって言われてます、批判されてますが、本当はこれ回答以前なんですね。回答したくない、回答したくないって言っわけです。本当は回答したくないんですけど、まあ、しろと言われたらしなきゃいけないことは、 分かってますけなんとかなりませんかねっていうふうに、ええ、なんかごねてるような感じの文章しか出してない、はい、だから自民党も一体これはなんだと。ええ、あと国会舐めとるんかという話にならざるをえないわけですが。ええ 向こうがニュースソースを出してすらいない段階でどうしてこんなに見越しなんだろうと。はい、どちらも奇妙な振る舞いを見せていると。はい、ここら辺が非常にポイントじゃ,んじゃないかと思いますね。はあはあ、あの今後ね、調査を進めるということなんですけど、これ、決裁文書っていうのは公文書、公の文書ですよね。はい これに、もしですよ、もし改ざんがあったとすると、はい、誰が責任を負うのか。これなんか、誘引公文書変造という罪になって、懲役1年から10年のそうです。はい、で、直接的には、まずこれ誘引公文書変造が成立したとしてですよ。はい、直接的には当然改ざんに関わった、はい、あの、変造に関わった人々。はい、つまり、あの、決裁書の表紙には、はい、あの、担当した人がみんな、あの、反ついてるわけです。ええ、あの、反をついた人々、 近畿財務局ですけどね。はい、の責任当然なるでしょう。ーーえー、しかしこれは刑事罰に関する話なんですよ。はい、あの、刑事罰に問われなくても、政治的、道義的な責任というのは別の話出てくると。はい。こっちの方がひょっとして本命かなという気がします。ーーえー、政治の方だ、じゃはい。えですね。で、あのー、野党はですね、公文書の書き換え疑惑が事実だったらば、はい、内閣総辞職に値すると。えー、もう安倍内閣の責任に、この追及 してるわけですが及んでるわけですが、はい、これどうでしょう先ほどもお伺いしましたが事実だとすると総辞職がありうる話なのかどうかですねこれ野党も野党でですね、えー、あの本当に内閣総辞職に値すると思って言ってるかどうかは疑問です、はい、というか野党の視点に立てば、えー、ここで 仮にですよ。えー、安倍内閣が、思い切りよく、遺、うん、よくですね。えー、いや、それは申し訳なかった。我々は総出職するってスパッとやっちゃうよりも、ズルズル粘って、はい、かえ帰ってですね、国民の品縮化って、火だるまになった方が都合いいでしょう。はーはーですから、そもそも野党がですね、えーえー、本気で内閣総出職を今求めてるかどうか、それはわかりません。はい。でなんかこれに関しては今日なんかで、ね、国会で電話、国会前でデモやるとかやらないとかいう話もあるようですが、えー、正直、 あの、それはちょっと要するに、煽られて乗っちゃってるなという感じもします。うん、はい。ええー、ええー、まあ、財務省もですね、これ慎重な対応というのは求められるわけですけど、今後、まあ、あの、今ちょっと、あの、確認できてませんなんて言った財務省、どういう動きをするのか。これもですね、えー、ちょっとわからないっていうのは、はい、あの、昨日の回答を見ると、はい、なぜか知らんけど、かなりテンパってる、はい、あの、感じがするんですね。えー、でそういう時は、何をしてかすかわからないというのがですね、はいえー あの世の中の常でありまして、その、のだから、突発的にめちゃくちゃなことやっちゃうって可能性もありますから、今後、財務省はどう出るか、正直予想はつきません。ただ、ポイントはですね、あの、誘引公文書変造に当たるか当たらないかだけがポイントではないと、それはすでに指摘する人いますけど、 朝日が確認したっていう文書は下書きじゃないかと。<ー>決済文書の下書きの段階なのなんじゃないかって話があるわけです。えー、じゃあ、それだったら変造にはならないでしょう。はい、でも、それで大丈夫かと。えー、そんなことはないんですよ。下書きの段階で、この事例は特別扱いしなければいけないと。だから、書いてのいいねで売らなきゃいけないなとは書いてあって、はい、そういう意味合いのことは書いてあって、えー、完成した決済文書ではそれは消えていると。はい、これだけで、 まあ、これは圧力が近畿財務局にかかりましたね。<ー>でその圧力隠そうとしましたねとなっちゃうでしょうと、えー。えー、え。そこに問題があるんじゃないですかとなるほど。